ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。うおリンダリンダチャンネルにようこそ。今回は、1969年昭和44年に放映のテレビアニメの、ハクション大魔王を解説したいと思います。ハクション大魔王だったら、みんな知ってそうだぜ。でも、内容までは、という人の方が多いのでは？今回の解説で、より思い出すかもだぜ。最終回も必見ですので最後までご覧くださいね。知らない人も楽しんで。知っている人は改めて、どっぷりと懐かしい昭和時代を満喫してほしいんだぜ。ぜひ高評価&チャンネル登録もお願いします。今回も、ゆっくりしていってねー。ハクション大魔王。呼ばれて飛び出てじゃ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 ん。ハクション大魔王。ハクション大魔王第一作は、1969年10月5日から1970年9月27日まで、フジテレビ系で全52回放送されたわ。平均視聴率は 13.5%、最高視聴率は第23話の 19.1%。タツノコプロが所有する資料による。あらすじ。ある日、小学2年生のカンちゃんこと、与田山寛一は屋根裏で埃をかぶった壺を発見するわ。壺の前でくしゃみをすると、その壺の中からなんとも奇妙な魔法使いの、ハクション大魔王が飛び出してきたぜ。この大魔王はくしゃみをすると壺の中から呼び出され、相手がくしゃみをもう一度するまでは壺には帰れないわ。しかも、呼び出した者ご主人様の願い事を叶えなければならないぜ。カンちゃんは早速、願い事を叶えさせようとしますが、大魔王の魔法は役立たずで何をやっても失敗ばかり。さらにあくびをすれば、大魔王の娘でおてんばなあくびも壺から飛び出して、ご主人様の言うことも聞かずにいたずらし放題。ドジな大魔王とやんちゃなあくびが、街中で大騒動を巻き起こすわ。シリーズ前半では、カンちゃんは大魔王とあくびの存在を両親に隠していましたが、後半では両親に受け入れられて、家族同然となるぜ。エピソードの大半は多少の哀感はありつつも、ギャグに徹していましたが、最終回は一転してシリアスな展開で締めくくられるわ。最終回につきましては、後半にて改めて解説します。2020年版のテレビアニメでは、その50年後の物語となるわ。登場人物。ハクション大魔王。声、大平徹。カンちゃんが屋根裏で発見した壺から現れた中年の魔法使い。壺の近くでくしゃみをした者を主人として言うことを何でも聞き、主人が再びくしゃみをすると壺の中に戻るぜ。主人以外の者がくしゃみをしても、壺に戻ることはできないわ。ブルドッグのブルコーと数字が苦手で、数字を見るとジンマシンが出るぜ。そのためかゆみを抑えるために当初は魔法で、お風呂を沸かして入っていましたが、カンちゃんが背中かききを作りプレゼントしてからは、それで背中をかいているわ。背中かききは最終回で金田くんからもプレゼントされましたが、こちらは使う機会はなかったぜ。ハンバーグが大好物で、大量のハンバーグをあっという間に平らげたり、取られると怒ったりするなど執着心も強いわ。語尾に、でごじゃる、とつけて話すぜ。その風貌は顔は洋なし型でたらこ唇、髪の毛はなく、つるっぱげ。普段は帽子をかぶっている。初期の頃は数本ながら、髪の毛がある描写があった。もみあげとつながった顎ひげを生やしているぜ。体はいわゆる関取体型で貫禄があるが、金槌で全く泳げないわ。周囲を水浸しにするような魔法を何度かかけていて、その場合はイカダに見立てた空飛ぶ絨毯の上にいることが多いぜ。鼻から生えているひげは切られると生え変わるまで、魔法が使えなくなるという弱点があるわ。衣装デザインが途中から若干、簡素化され、マイナーチェンジ後のデザインとオープニングのデザインは共通で、襟巻きと帽子の紐&鼻が削除され、帽子の彩色が上部が腹巻きと同じ配色の今季螺旋から緑ベタに、下部が緑ベタから白になり、宝玉の色も黄色から赤に変わっているぜ。ブルコーによく尻を噛みつかれるため、ズボンには常に継ぎはぎがあるわ。尻と両膝。下着は赤いふんどしを愛用しているぜ。泣くときはおろろんと言いながら滝のように涙を流すわ。壺の中以外では与田山家の屋根裏で生活しており、カンちゃんに頼まれて最初は宮殿風の隠し部屋にしようとしたが、止めた。普段は魔王や魔王さんと呼ばれていますが、ブルコーだけにはハクちゃんと呼ばれているわ。年齢は300歳、第19話での大々魔王のセリフによると壺の中、魔法の世界。では落ちこぼれで、階級も一番下らしい。最終回の大々魔王の呼びかけから、正式な称号も大魔王ではなく大魔王寺らしい。しかし、外の世界の人間を連れてきて、大魔王の活躍不利を証明できたら階級を上げてやると言われ、カンちゃんらを連れて行って証明させようとしたぜ。温厚な性格で基本的に嘘が嫌いで、お人よしで涙もろく主人の命令に、忠実だが逆らえないだけで不満がないわけでもなく、悪事や悪質ないたずらを命令された際を反発したり、いつもいじめるブルコーや、あくびにそそのかされたとはいえ、
無理難題を押し付けてばかりのカンちゃんに復讐しようとしたこともあるわ。はじめは腕を回して魔法をかけていましたが、マジックハンド登場後はマジックハンドを使用しているぜ。ガマ口ポケットから魔法道具を取り出すこともあるわ。この道具が持ち前のドジで、思いもよらぬ大騒動になることもしばしばあったぜ。魔王一家のことは第26回まではパパとママには秘密でしたが、第27回で知られて以後は家族として行動することが多くなり、最終回 A パートでは新聞記事に、ヨダヤマ家の居候と記載され、完全に居候扱いとなったわ。放送前の構想段階では、アラジンと魔法のランプの、ランプの妖精人を思わせる、ムキムキで筋肉質なデザインのキャラクターであったぜ。あくび、声、さすが、タカ子。ハクション大魔王の娘、年齢不詳、大魔王のことを音玉。2020年版では、音様、とも。母親もしくはそれに類する人物は、お方と呼ぶわ。一人称はあくびちゃん。第2話の A パートで初登場した。デスーが口癖。体型は二頭身と小柄で、髪型はポニーテールにしているわ。両耳に大きなイヤリングをつけているぜ。おてんばで、いたずら好きだが気が強く、怒らせると怖いわ。魔法を上手に使いこなすことが多く。変身魔法が特に得意で昆虫や鳥などの小動物に変身することが多いぜ。魔法をかけるときはタンバリンを叩きますが、初登場時はそれを使わずに手を叩いていたわ。大好物はコロッケである。父のハクション大魔王と魔法対決をして、一度は勝利したことがありますが、鏡が大の苦手で鏡を見るとそれまでにかかっていた魔法が全て溶けるぜ。本人の言によると鏡を見ると全身の血が凍るらしい。表面上のものはほぼ全てがダメらしく。第45話では外が鏡張りの万博のパビリオンでも、そうなったぜ。ただし、第48話の A パートで見られるように川の水面などを、鏡のように覗き込むのは平気なようであるわ。壺の中よりも外の世界の方が好きで、呼び出されると、遊びましょうと、ご主人様を困らせるぜ。カンちゃんがユリコや他の女性に熱を上げているのを見て、やきもちを焼くなど、カンちゃんに思いを寄せている節があり、最終回で壺に帰るとき、そのことを告白したわ。やきもちの矛先が父親の大魔王に向くこともあるぜ。ボーイフレンドが欲しい、宝石が欲しい。と言ったりするなど普通の人間の女の子のように、キャラクター設定をされているわ。よその子に間違えられたこともあるぜ。第29話の B パート。しゃっくり先生。声、京田久子。しゃっくりに関しては初期設定ではハクション大魔王の妻だったらしく、後に発売された一部の書籍には大魔王の妻として紹介され、大魔王、あくび、しゃっくりが一緒に書かれた絵も存在するわ。しかし本編では設定が変わっているようで特に説明はないですが、口述のエピソードで、あくび、母親の顔を知らない、などの描写があるぜ。実際に第46話の A パート、魔王の花嫁さんや愛の話では、片親しかいないわ。あくびを不憫に思ったヨタヤマ家の人々が魔王を再婚させようと、見合いをしたことがあったり、続編にあたる呼ばれて飛び出てあくびちゃんでは、あくびが幼い頃、大魔王の妻は亡くなっていることが明かされているぜ。大大魔王、声、長井一郎。ハクション大魔王の父親、もっとも、作中での大魔王から大大魔王への、あるいは逆の、呼びかけなどからは、いわゆる上司と部下の関係とも言えるわ。後に大魔王が使うことになるマジックハンドのような杖を持っているぜ。ヨダヤマ家。豆の基調にある芝生の庭付き一戸建て。魔法や騒動でたびたび、全開するわ。前回までしなくても、カンちゃんが屋根から床下まで落っこちたり、大魔王とカンちゃんが玄関を破壊したようなことがあるぜ。カンちゃんの部屋の押し入れの天井から入れる、屋根裏に大魔王の部屋があるわ。基本はガラクタ置き場で大魔王のベッドがあるだけだが、相当に広い空間であるらしいことが伺える。屋根裏に収まらない仕掛けをするときは屋根の上で行うことがあるぜ。カンちゃん、ヨダヤマ貫一。声、加藤みどり。勉強嫌い、特に算数が苦手。な小学2年生の男の子。犬のブルコーやガキ大将のゲジゴンらにいじめられ、好きな女の子もいるがいいところを見せられず、落ちこぼれに近いが、優しい面もあるぜ。ハクション大魔王とあくびは主に彼によって呼び出されるわ。大魔王と出会って以来、大魔王を呼び出すために故障や小寄りを持ち歩いているぜ。大魔王に頼んで、魔法を一日だけ使えるようになり、本当に魔法が使えるようになったわけではなく、実は大魔王とあくびのいたずらだった。その際はゲップ小魔王と名乗ったわ。あくびの怒りを買い、蜂や生えた滝に変身したあくびに顔中を刺されたり、逆たたきの刑にされたり、果ては第42話の B パート明日新聞の話で、頭に飛行機が落ちてくると予言され、死の恐怖を味わわされたりと散々な目に遭っているぜ。大魔王にも、あくびがそそのかしたとはいえ、復讐されたことがあるわ。最終回の終盤では、魔王、と月の彼方に絶叫したぜ。
オレンジ色の団子っぱなでそばかすがあり、でべそ。第26話まではサブタイトルコール時のくしゃみも担当。第1話と第2話以降ではくしゃみのパターンが少し異なるぜ。多くの場合、青地で壺模様があしらわれた T シャツを着ているわ。カンちゃんの部屋の敷物も壺の模様。赤い野球帽もトレードマークの一つで。自宅などの部屋の中でも被っていることがあるぜ。パパ、与田山与太郎。声、田野中勇。ABCKK という会社に勤める平凡なサラリーマン。ちょびひげを生やしており、家では青いガウンを着ているぜ。時々出かけるゴルフが趣味。ママ。声、麻生光子。専業主婦。ハクション大魔王と魔法にたびたび。驚き、泡を吹いて、ひっくり返るわ。大魔王のことを魔王さんと呼ぶぜ。友人。クラスメート。デジゴン。声、立壁和也。ガキ大将。シャツに袴逃げたという得意な姿で。鉄鍋をカバン代わりに下げているわ。関西弁を話し、カンちゃんを観光と呼ぶぜ。デジゴン一家を名乗り、古文にはサボテンのトゲと豚まんのハゲがいるわ。一度、大魔王の主人になったことがあるぜ。第19話で魔法の世界の財宝を盗み出そうとし、大魔王の忠告を無視して、くしゃみをしたために古文ともども、石にされたこともあったわ。一人称はわて、わい、わし。カンちゃんによく意地悪をするが、カンちゃんとは仲は悪くはないぜ。ゆり子、声、松島みのり。カンちゃんの憧れの彩色顕微の心優しい女の子。ペスという名の犬を飼っているぜ。起点も聞く。ピンクのワンピースを着ているわ。デブ山先生。カンちゃんの担任で、肥満気味の女性教師。あくびのいたずらにより、ソロバンローラーに乗せられて、教室の壁をぶち抜いたことがあるわ。ブルコ、声、相模武史。金ありけで飼われているオスのブルドッグ。ふてぶてしくずぶといが繊細な一面があるぜ。ハクション大魔王とカンちゃんの天敵とも呼べる存在で憎まれ役。大魔王の尻に噛みつき、ちぎり取った布をコレクションしているぜ。普段は大魔王やカンちゃんと敵対することが多いですが、手を組むことがあるわ。たまに人間の言葉を喋り、二足歩行をしたり、前足を人間の手のように使ったり、果てはスパイ活動まがいのことをするぜ。頭が切れ、大魔王との騙し合いや駆け引きに勝つことが多いわ。最終回では今まで貯めていた骨をプレゼントしたり、噛みついた時の布切れを大魔王に返し、ママが縫い付けるよう頼むなど内心、彼を憎からずも思っていることが判明したぜ。大魔王が壺に戻るのを食い止めようと噛みつくが、結局失敗に終わり、別れを惜しんだわ。脇役だが登場回数は多く、メインを張ることもしばしば、大魔王を白ちゃんなどと呼ぶぜ。それからおじさん、声、相川金也。第27話の A パート、マジックハンドの話で初登場。黒い背景に白い線画の単純なタッチで描かれているぜ。色のついた赤い帽子が特徴で、右手に傘を持っていることが多いわ。サブタイトルに登場して、タイトルコールの後に、ハクション王と愛の手を入れるキャラクター。その後は CM 前のアイキャッチや場面転換の際に、頻繁に登場するようになるわ。サブタイトル以外では話の内容に合わせた容姿で登場するぜ。それからどうしたの？それから、何？コマーシャルどうぞ。などのセリフを喋ったり、くしゃみをしたりするわ。後半は劇中の内容、キャラクターと絡む演出が見られるようになりますが、最終回では視聴者に魔王とカンちゃんの別れの余韻を覚まさないよう、終盤には一切登場しなかったぜ。掛け声、呪文。大魔王やあくびが壺から飛び出してきた時の掛け声は、呼ばれて飛び出てじゃん、大魔王。出ましてきましてあくびちゃん、あくび。壺の中へ戻る際の決め台詞は、はいちゃらばい、大魔王。あくびには特に決め台詞はないが、いやーん、と言って、壺の中に戻ることが多いわ。呪文は、アラビンドビンハゲチャビン、大魔王。アラピンカラピンスカピン、あくび。タンバリンを叩きながら唱えるわ。その他に、ダメなのねダメなのよ、大魔王。あのね、みなしゃんわしゃかなわんよ、大魔王。なんとかしてください、大魔王。エンヤトット、大魔王。スカンタコメラホゲチョメラ、大魔王。それからどうした、それからおじさん。といろいろと楽しませてくれたぜ。最終回。ある日、魔法の国の厳しい掟が大魔王に言い渡されるわ。あと一回、魔法の壺に戻ったら、大魔王もあくびも100年間の眠りに入るというものだぜ。それだけではないわ。大魔王の主人であるカンちゃんは、3日後に起こる月食の間に、必ずくしゃみをする運命にあるというのです。しかも、掟を一人でも破る者がいれば、この魔法の国、つまり壺全体が破滅するのじゃ。とのこと。一方、人間界では、大魔王が名誉市民として表彰されることが決定したぜ。カンちゃんは早速、この朗報を魔王に知らせようと、くしゃみをして魔王を呼び出すわ。やむを得ず壺から出てきた魔王に対して、与田山家は祝賀パーティーを開くことにしたぜ。
隠して盛大に開かれたパーティーに、大魔王にゆかりのある人が次々に駆けつけますが、パパは、あくびがいないことに気がつくわ。そして、あくびをして、彼女も呼び出してしまうぜ。大魔王は、みんなからもらったプレゼントの山に埋もれていき、みんなの温かい気持ちに大感激したわ。それで、お別れが近いことを言い出せなくなってしまいました。パーティーが終わった後も、大魔王とあくびは、屋根裏部屋で泣き続けていたわ。心配したカンちゃんが屋根裏部屋へ行ってみると、大魔王はやっと、明日でお別れだということを告白したぜ。仲間たちはそれを聞くと、一致団結して、なんとか魔王を壺に戻らせない方法を考えるわ。隠して、大魔王の壺は金庫に閉じ込められ、ブルコーがその鍵を飲み込んだぜ。カンちゃんは、くしゃみをしないように鼻栓を用意し、パパはあくび防止のため、眠くなるとバケツの水が落ちる仕掛けに縛られたわ。これで、何もかも万全なはずだと思ったぜ。ところが、月食が始まると、予想だにしなかったことが起こったわ。金庫の中から、不思議な音楽が流れ始め、その音楽にみんな眠り込んでしまうのです。カンちゃんも眠気をこらえようとしますが、その努力も虚しく、カンちゃんはくしゃみを、パパはあくびをしてしまうわ。そして、魔法の力で金庫から出てきた壺の中へ、大魔王とあくびは吸い込まれていくのでした。やがて、月食が終わると、壺は夜空を漂い始めたわ。目を覚ましたみんなは、必死に壺の後を追いますが、追いつくことができないぜ。隠して、魔王とあくびを飲み込んだ壺は、月に向かって去っていってしまいました。どうもお疲れ様でした。お、帰ってきたね。最後まで見ていただきありがとうなんだぜ。今回は、ハクション大魔王でしたが楽しんでいただけましたか？最後は、何度見ても泣けて切ないラストなんだぜ。このラストはなんとなく覚えていた方も多いのでは？前半はコミカルな逆アニメって感じだったのが、後半から展開が変わっていたぜ。これも昭和の名作だわ。なお、セリフと画像が違う場合もありますが、イメージとして捉えてくれなんだぜ。また新たな情報など入りましたら再度解説しますね。何か気づいたことなどありましたら、コメントしてほしいんだぜ。よかったら、高評価&チャンネル登録もお願いします。次回来た時も、ゆっくりしていってねー。